ね、転がってくれます。はい、いいですか。表面はスルリンク、お母様のお肌のようにスルリンク。ではカッティングが真ん中、ここですね、端から端ね、やばしてくれますね。おすごい、おいしい、食べておいしい、クチクチオムライスね。最初の一口からどんどんおいしくなっていきますよ。ラッサリパセリで、おいえおいえ。Hi guys, it's Daiki. I'm a Japanese living in Finland. But I'm now back in Japan for 1 month. Today we are visiting Japan's most famous omelette restaurant in Kyoto. And I'm showing spectacular skills by a master chef. The restaurant, Kichikichi, is located in an atmospheric area.Pontocho Alley. It is actually known as one of the geisha districts in Kyoto. The restaurant is famous for its omurice and the fan performance. Okay, I try not to speak much in this video because I want to convey the atmosphere of the restaurant.Here he is. はい、では作っていきましょう。チキンライス、見せ所3箇所ありますね。ちょっと急いで作っていきましょうね。13分経過、まあまあ作るの早いので、大丈夫だとは思うんですが、はい、ではこの後ですね、8人分、ファイヤー、見せ所3箇所ファイヤーがあります。そして胡椒使うところ、そしてフライパンを振るところですね。ではカウントダウン入りましょう。発酵バターですね、ファーメンテッドバター。はい、では、8人分の発酵バターで、ね、ファーメンテッドバター、2人前ね、3人前ね、4人前、5人前ね、まだですよ、6人前ね、7人前、少ないな、8人前全部入れましょうね、やめときましょうねはい、しっかりとね、バターを使いますね。オムレツの方にはバターを使いませんよ。はい、ではこれご飯ね、温かいご飯です。温かいご飯を入れないとね、ほぐしにくい、混ぜにくい、ね、時間がかかる、野菜いっぱいですよね、これもキキキオムライスの特徴の一つですね。混ぜます、ね、こちらの塩は、色は違いますけど、これ岩塩ですね、発酵してます、ミネラルが非常に多いですね、なんとなんと3億8000万年前の岩塩ですね。2人前、3人前、4人前、5人前、6人前、7人分のよいしょ、ワインですね。はい、そして胡椒、ブラックですね。はい、2箇所でいきますね。機械に預けてもらってね、スピーディー、はい、僕ね、早いですけども、どうしてもこのね、機械を見ると負けたくない、勝てないですね。はい、ではアクション、ね、アクション、先生でいきましょう。はい、OK、しっかりと胡椒が入りますね。はい、これ間違いないね。こちらの方はちょっともう片手では振れませんのでね、デミグラスと両手で振っていきます。こちらの方は迫力あると思いますね、見るにはこちらの方が、迫力があっていいんじゃないかなと思います。よりますよ。 7.5 人分、はい、デミグラスの方です。はい、今日3時間目の力仕事ですね、まだこれ12人前まで振れますけどね。はい、ではしっかりと振っていきましょうね。フライパンの温度がちょっと高いかな。はい、ではいきましょう。よいしょ、ね、よいしょ、すごい、はい、まだすごい、よいしょ、ね、よいしょ、ね、おいしくチキンライスの出来上がりです。よいしょ、OK、ね、です。はい、そしてどこから作るの。はい、これは特許取れてます。ちょっとね、急いでね、名前はオムちゃんね、今から使ってオムレツを使って、一つはね、乗せてカッティング、もう一つのはフライング飛ばしましたね。
切ります飛ばしますと何もしませんでいきますよ。中で待っててもらったらね、はい、いいと思います。はい、では行きましょう。オープンですか。はい、では行きましょうね。まぜまぜトントンコロリントです。卵は3個分ですね。はい、大体伝言右手は回ってね、そこの卵を中に入れ込みながらしっかりと混ぜていきます。またですよ、もう少しです。はい、もう少しですね。はい、これでグッドな状態です。はい、周りを整え落としましょう。そしてオムレツの形にして4回トントントンコロリンチョカッティングされてるんですか。トントントンコロリンチョ、これでね、下になった方ね、中から半熟卵が出てきてひっついてくれますので、動かしながら火を通していきます。まだです、もう少しですね。はい、これでグッドな状態に戻る位置に戻しましょう。コロコロとね。はい、そしてそしてね、はい、はい、コロコロコロね、転がってくれます。はい、いいですか。表面はツルリンク、お母様のお肌のようにツルリンク。ではカッティングが真ん中はここですね、端から端ね、やばしてくれますね。食べて美味しいクチクチオムライスね。最初の一口からどんどん美味しくなっていきますよ。ラッソリパセリでおいいおいいクチクチオムライス。おーすごい。おーうわー卵2個分。はい、 OK ですね。はい、まぜまぜトントンコロリンチョスの音。オムレツ中央もあります。フライングスペシャルですね。はい、はい、グッドな状態です。はい、周りを引き落とし、そしてオムレツの形、そしてトントントンコロリンチョ。その後ね、中央舞います。チキンライスの上に乗って瞬間にパカ、別名瞬パカです。飛んでけオムレツね、瞬間にパカですね。すごい、はい、見ておいしい、食べておいしい、クチクチオムライス、フライングスペシャル、瞬間にパカ、瞬パカどうぞ。じゃあこちらのね、セミスペシャルね、何もしませんと言ってもまあまあ、切りませんまずね、そして飛ばしませんね、切りません飛ばしませんね。オムレツは火の芸術品と言われていますね。これをふんだんに、利用しているやり方ですけど、なかなか自分が気に入ったのはなかなかねできない、難しいですね。まあ、何点ぐらいなのかはね、自分でまた、報告させてもらいます。はい、では行きましょうね。きちきちオムライス3つ目はセミスペシャルですね、ノーカッティング&ノーフライングですね。トーンと待ってくださいね、ちょっとここでちょっと喋ります。卵とねこのリンクはい、OK ですね。はい、ワン、ツー、スリー、コロコロコロね、切りません、飛ばしません、さてさて、おーイエー、ね、おーすごい、これは85点ぐらいですね。時間かかりますね。はい、見た目地味なんですが非常に難しい技ですね。ラストにパセリがかかってキチキチ、はい、ドヤ顔です。はい、ありがとうございます。はい、しっかりと食べてくださいね。お願いいたします。どうぞ。ね、はい、ここから先は手札をお願いします。はい、ね、今までお送りしました。はい、見て美味しい、食べて美味しい、カッティングスタイルですよ。はい、ではカッティングしましょう。ね、はい、どんどんムーンカッティングしましょう。はい、お柱もときて、写真から写真までそれが落ちてくれます。はい、で、ソースですね。はい、見ておいしい。美味しい。うん。ほら。はい、待ちます。ワン、まだ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 。もう少しですよ。はい、グッドな状態です。はい、ではバーリーをコントロールします。おいしい。はい、どうぞ。ごちそうさまでした。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ一緒に写真撮ろう。ありがとうございました。ごちそうさまでした。さよなら、ありがとうございました。The omelette was tasty and fluffy. Plus, the master chef was truly professional and entertaining. Thank you for the great food experience.